どうもエルザレットです。それではスプラトゥーン3のドライブワイパーについて、やっていきたいと思います。いやーやっと情報来たね。というかスプラ2してる時から言ってたけど刀系来たね。これ来たね。いやーほんと待ち遠しかった。北斎とかやっぱ見てたらね、ブン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 振り回してるシーンがどう見ても刀だったしね。いやーそれがさらにリアルになってきたっていうのは、いや任天堂さんさすがっすね。で、まあこのドライブワイパー多分期待値が高い、あとは今後ある試写会であったり、まあこれ一本で頑張ろうかなっていう方も多いかと思いますので、現時点でどういった性能なのかとか、あとはスペシャルサブ、まあこういうのがちょっと弱いんじゃない、強いんじゃない、あとは似たような武器との比較っていうのをね、ちょっとお話しできればなと思います。じゃあ早速まず性能についてなんですけど、このあたりは忍耐の動画の方でほぼほぼ出てたんで、まあ、並べていきたいと思います。まずダメージ斬撃、ここでは斬撃という言い方にしますね、斬撃に関しては30ダメブンブン飛んでいくやつですね。でこの飛んでいく斬撃に関しては30なんだけど、直当てした場合、国際とかでバシバシ引っ張ったパターンだね、あれをした場合はダメージが45になります。多分30ダメはインクのダメージで、斬撃ダメージ で残り15が直で当たったダメージになるんじゃないかなという予想です。で次ため切りだね。でため切りに関してはゼロ距離だと120ダメです。でかつ後ろに貫通してインクが飛んでいくのよ。多分キルした後だったら貫通するんじゃないかな。でこの貫通ダメに関してなんだけど、ため切り、例えばこれ距離があった場合、ゼロ距離じゃなくて、まあ、例えば1メモリ以上とかだった場合は大体60ダメぐらいになってるんだよね。いやこれ威力減衰がすごくてさ、いやほぼ一撃で倒さないといけないにしても、直当てしてため切りするにしても離れた相手には攻撃しやすいとか、そういったダメージコンボはできるかな。基本ため切りで一発でいくか、斬撃当ててため切りによって牽制、だから距離を保ったまま攻撃するとかの2パターン。ただ直当てをするってなると3回ぶった切った方が早かったりもするし、この辺りはねなんかすごいコンボが出てくるんじゃないかなと。ムービーによってはそのため切り、これさイカロールの後にすぐ出してるやつがあるのよ。まあジムワイパーの時の動画になるんだけど、これめちゃくちゃ早いよね。でフレーム単位、じゃあドライブワイパーでちゃんとゼロの構えからやってるやつだったんで測ってみたのよ、ね、どれくらいかなと思ったら20フレームで、今回 60fps で撮ってみたんで、まあ、1フレームが約 0.017 秒と言われてたので、まあ、それかける、まあ、単純に20フレームやってみたら 0.340 秒、どんくらいやっていう話なんだけど、これね、ローラーの横振り、普通に立ってバシャンバシャンってするやつだね、あれがだいたいキル速が 0.350 秒と言われてるんですよ。ということはドライバーエパーのため切りをしようと思ったら、ためてるだけでローラーがもうほぼ振り下ろすかどうかのラインなのよね。まあそれぐらいの速度ってなると、ローラーよりかはそのキル速はちょっと落ちる、一撃のね、一撃のキル速はちょっと落ちるんじゃないかなという予想。ただしローラーに関しては横に広くキルを取ることができるに対して、ドライブワイパーは縦に対して取るということができるので、まあこの2つの使い方としては横か縦かみたいなね、なってくるんじゃないかなと思います。でドライブワイパー、いやースペシャルとサブは何が来たかというと、まあスプラ2で大好きだったウルトラハンコだねがスペシャルでトーピードがつくという仕様になりましたね。これはこれで面白くなるなと。でドライブワイパーってローラーと一緒だから、やっぱ詰めるっていうのがすごく大事だと思うんだよね。でそうなった時に
まあ、トーピードで常に牽制をしとく。でトーピードのダメージが一緒であれば確か60ぐらいは入るのよね、ちゃんと起爆できるわ。でそこに対して直当てを当てる。だから相手のクリアリングして特定して、でかつ自分も攻めるっていう一連の動作ができるので、意外とサブとの相性いいんじゃないかなと。あとはトーピードを壊すとき、相手が優先としては多分トーピード壊して対象を狙うとか、対象を狙いながらトーピードもどうにかして壊すって一瞬隙が生まれるんで、まあ、そこをうまく視線ずらしじゃないけどね、そういった使い方もできるんじゃないかと思う。あとはウルトラ反抗自体も正直相性がいいんじゃないかなと思ってて、この武器一撃を取るっていうかキルを取らないといけない武器になってくると思うんで、前線に出ると思う。まあ、まあまあまあ中距離前線の間とかね、そういう立ち位置になるかなと思うんだけど、まあ、そこで暴れられるのがウルトラハンコっていうので考えるとやりやすいんじゃないかなと。ただ今回のマップが高低差がめちゃくちゃあるので、ハンコは生かしづらい。だから壁にぶつかってとか、まあ、壁に挟まってくれればそのまま倒せるかもしれないんだけど、そのあたりがすごく難しいのではないかなと。じゃあこういった性能で、どういったところが弱くなるんじゃないかなというところで言うと、まず先ほど言ったように高低差にめちゃくちゃ弱くなるんじゃないかなと。今回のマップが立体的なのが多いんで、それ考えただけでもだいぶきついなと思うんだけど、高低差を考えた時に上に対して攻撃できる方法が通常攻撃だと斬撃しかないのよね。でこれなんでかっていう話なんだけど、忍耐の新しい PV 見た時にタメ切りと通常攻撃してるのよ。で通常攻撃に関しては角度を合わせれば多分当たるんだろうなと思うんだけど、タメ切りはスロープに座れてるのよね、高さがそのまま。っていうことは地面を張ってるんだけど、少しでも段差とかスロープがあるとそこにもう座れる。高さの条件がそのまま維持されるんじゃなくて、まあ、波とかと一緒だよね、砂浜の波とかのああいう感じ、海の波と一緒でザバーンってきてそのまま高さが維持されるような感じになるので、ちょっと高低差に対しては弱いのかなというところです。あとは壁塗りとかの塗りがちょっときついのではないかなと。まあ、先ほど言ったようにマップの特徴として立体的なのが多いので、多分高い壁だったら斬撃でも3回から4回ぐらい振らないと塗れないんじゃないかな、壁を登るために。ってなるとイカ登りが多分大事になってきたりはするんだろうけど、まあ、その立体的な動きをするときに振る回数が多分この辺りは北斎とかと一緒になるのかな。北斎とか慣れてしまえばそうでもないと思うけど、まあ、そういった立体的な動きがちょっと出遅れやすいというか、シューターよりかは劣りやすいのではないかなと思ってる。あとは相手に詰める方法がローラーと被るではないかと思っているので、まあ、ほぼほぼ似たような運用になるかなと思ってるんだけど、このあたりがねちょっと難しいかな。で今回ギアもいろいろ見てたらイカ人がね確か表示されてないのよ。イカ人だけ出てなくて、2からのギアはね、そこがちょっと気になってて、イカ人があればそれはそれで全然余裕があるかなと。他の武器でもだいたいそれぐらいだからね、キルタイムローラーに近いぐらいだったりするから、まあワンチャンあるんだけど、まあ、イカ人があるないでだいぶ意味合いが変わってくるんじゃないかなっていう気がする。あとはイカ速一速がどれくらい乗るかとかね、一速は特に乗ってほしいなと思うんだけど、横の動きが速ければザップみたいに当てれなかったりするから、そういった点はねすごく楽しみなところではあるかなと思います。でこのドライブワイパーなんだけど、多分活躍するであろうルールはガチホコだと思う。まず前線に出る必要があるっていうところなんだけど、まあ安全距離からダメージ稼げるんだよね、最初の初動ホコバリアとか、まあ、トーピードで相手牽制して邪魔するのもありだし、まあこれもすごくでかいかなと。あとは斬撃まっすぐ飛んでいくんで、ルートの作りとかもやりやすいんじゃないかと。あとはウルトラハンコ前線で爆発、ガチホコバリアを割ることが簡単なので、
まあね、このあたりすごく割特化にすると面白いんじゃないかな。で、今回インクアーマーないからね、そういった意味ではかなりいいんじゃないかなと思ってる。ここを用かなって。ただこれがじゃあエリアとかアサリとかヤグラってなってくるとちょっとね難しいなっていう気はする。連射がどうしてもさ塗り性能がそこまで高くないんじゃないかなって思ってるから、そこだけはすごく難しいんじゃないかな、ここでは多分輝くんだろうなっていう感覚です。ということで、まあでも楽しみだね。もうすぐ試写会始まるけど、ワイパーは多分触れると思うから、いや触りたいよねストリンガーが出るからね、まあ、ワイパーはぜひ触って、まあ、最終的にどうなるか見たいので、そのあたり楽しみにやっていければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またやると思いますので遊びに来てください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。